皆さんこんにちは、あいりです。今日はですね、久しぶりに夫婦のリアルな休日をお届けしようと思います。まあ、休日って言っても今はね、非常事態宣言が出ていて自粛期間中なので、ほぼお家で過ごすシーンなんですけれども、よかったらご覧ください。それではスタート。はい、ということで、まもなくね、コクンさんが起きてきます。休日はね、私の方が先に起きて、でコクンさんが起きてくるまで本当にゴロゴロしちゃってる。そう、コクン待ちですね。あともうメルと戯れたりしてます。おはよう。よく寝たね。うん。ちょっと見てる。リアル即してる。よし。じゃあちょっとご飯でも作ろうかな。うん。よし。コクンさんは。私が作ってる間にメルちゃんのブラッシングです。どうですか、コクンさんのブラッシングは。痛いよ。良い。痛いよ。もっと優しくしてよ。よし、私は作ります。じゃあ応援するわ。お、応援、うん、応援してて。メルと一緒に応援しよう。はい、作るわ。もうね、すごい適当だよ。あのいつもの感じ。もう納豆と目玉焼きじゃないわ、卵焼きと、あとはお味噌汁にしようかな、うん、あとウインナーちょっと焼こうと思った。そういえばきゅうりの浅漬けが食べたくなったから、簡単にちょっとつけますね。手伝おうか。手伝おうか。あ、もう終わり。これで、うん、これであの冷蔵庫に入れて30分待つだけ。あともうその間にお味噌汁作るから。コクン撮影で何作るの。これはね、あのお味噌汁の白菜。あ、待ってたからさ、ちょっと白菜入れようかなと思って。まずは万能だしを入れます。そうですね、もうこれ残り、あ、これ最後の1個だ。あ、夜速攻お疲れ様でした。夜速攻を終えたメルさん、今の心境はいかがですか。不審者いましたか。不審者はいないみたいですね。えのきが投入されていた。卵焼き作ります。おお。甘いのとさ、だし巻き卵どっちがいい。だし巻き卵。だし巻き卵、うん、分かった。だし巻きね。はい。あ、そうだ、ちょっと温めてる間ね、この卵が、うん、今日は特別にウインナー焼いちゃいよう。ウインナー。今日特別に焼いちゃうよ。本当に特別だよ。特別なウインナーだ。もうごちそうだからね、ウインナーはね。もう一個あれだね、フライパンがあると、ちっちゃいフライパンがあるといいよね。うん。ずっと思いながらも買ってない。この、 あのウインナー焼けてない目が気になる人、僕よりも。さあ、完成しました。完成した？卵。わーお。こんな感じ。ちょっと剥がれちゃってるとこあります。うん、気にしない、気にしない。はい、お待たせ。ありがとう。いただきます。あ、はい、いただきます。あ、お腹すいた。うん、ありがとう。ごちそうさまでした。私がスキンケアしている間、今日はメルちゃんがここにいました。なんか外で待ってたりとか、中に入ってきたりとか。そう、ちょっと尻尾がね、もうついちゃうからね。コクンさんがコメダ直伝のミルクコーヒーを作ってくれるそうで、うん、粉が売るほどあるからうち。ねえ、いっぱい。これこの間、うん、スタバでもらってきたコーヒー。そうだね、めちゃくちゃあるまだ。いい香りがするね。うん、ちょっと少ないけど。じゃあちょっとこの間に私はメイクします。はい、はい。あー、ありがとう。はい、おいしい。うん、うん。ちゃーん、今日11時から打ち合わせがあるからね。うん、うん、そうそう、30分か1時間ぐらいかな。休みやすいのに大変だね。ねえ、ウームも大変だよね。私はいいけど。
様です、お願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございました、お疲れ様です。お休みなのにすいません。はい、じゃあ、はい、また来週からお願いします。はい、お疲れ様です。はい、うわうわい、わーわーわー、これを色が変わるまでやります。はい、よし、くんが作ってくれてる間のメルちゃんはこんな感じ、ちょうどすっぽりハマってますね。一方、コクンさんはこれ何分くらいなんだろう。あ、書いてあるよ。嘘、ほんと。コクンさんが作ってくれてる間にちょっとお片付けしようかな。よいしょ、ここに移動させてテーブルを置きます。あ、メルちゃん乗っちゃった。ちょっと追いかけなきゃ。パスタが茹で上がりましたね。うん、ありがとう。いや、嬉しいな、作ってもらえて。できました。はい、ありがとう。お手軽ランチです、ね。いや、美味しそう。いい匂いしてる、すごく。いただきまーす。始めますか。うん。パソコンか。うん、パソコン。はい。さあ。ただいまから。はい。第265回。はい。企画会議を始めます。265回だったんだ。さあ、やりましょうかね。さあ、うん、それではとりあえずポンポン言ってくる。うん、じゃあジェネレーションギャップ、学生時代に一番主流だった SNS だとか。学生時代に主流だった SNS は、あ、じゃあ、うん、OK。 はい、ちょっと食料品買わなきゃいけないから足りないものチェックしようかなと。はい、はい、入った。はい、はい、ね、ちょっとね、野菜が足りないから、いいね、うん、あとさっきひき肉使ってたもんね、うん、ちょっとお肉、よし、ちょっと買い物行こう。ただいまー、おめでちゃー、ただいまー、ただいまー。ちょっと手洗ってくる、うん。おうねえ。あゆさん、洗い物ありがとうございます。どういたしまして。リアルだね、これが。リアルですね。リアルですね。あとはもうメルちゃんと遊ぶだけ。そう、今日はメルはね、甘えん坊だから絶対俺らのが見える位置に来るんだよね。そう、もう今どこにいるかって言ったね、ここにいんだよね。見られてんの。ずっとここから見てる。めっちゃ見られてんの。そう、夜は簡単に簡単に食べます。はい。はい、ということで今日は夫婦のリアルな休日をお届けしました。今日はあのメルですね、猫ちゃんと遊ぶシーンは入れなかったんですけど、あの今日の一日の中ではボール投げとか、最近ねメルちゃんボール投げハマってるんですけど、ボール投げとかブラッシングとかしたりしてます。もう今はね本当になかなか外出ができないので、休日って言ってもねこんな感じで過ごすことが多いです。で、動画内でいくつか出てきた収納グッズなんですけど、めちゃくちゃ使い勝手がいいのでちょっとね紹介したいなと思うんですが、まずはこちらですね。これがキングジムのスポットツールスタンドデスクなんですけど、これねすっごく活躍してて、あのパソコン周りに私なんかごちゃごちゃ物置く癖があって、それがねこれ置いたらパソコン周りがすごくすっきりしました。そう、もう本当にねいろいろ入るんですよ。ノートとか、あとハンドクリームとか、あとこういうねごちゃごちゃしがちなイヤホンだったりとか、いろいろねこうパソコン周りで使うものが、こちら側はね細かいものが収納できます。で、こちら側ですね、大きなポケットが2つあって、あのここにいつもはあのパソコンだったりとか、あとこちらに iPod を入れてます。ノートなんかもねこんな感じで入れたりしてます。これ持ち運びができるんですよね。それがすっごく便利で、私実際に動画を編集するときはデスクトップのパソコンで編集するんですけど、でも打ち合わせするときとかはこうあのダイニングとかに移動してノートパソコンでこう打ち合わせをすることが多いんですよ。そうするときにあのいつも使っているパソコン周りのものをちょっとこうダイニングテーブルに持っていきたいなっていうことがあって、そういうときに細かいものを入れて全部
これで移動できちゃうんですよね。そう、別の場所で使いたい時に一度で全部運べるっていうのがもうすっごく助かってます。そう、これね、こう三角にして、あの、置いておくことはもちろんできるし、中にね、何も入ってなかったらこうやって立てかけて置いておくこともできるんですよ。なので場所も取らないし、すっきりとしたインテリアになります。そう、デザインもね、すごくシンプルですよね。で、今日は動画内でこのデスクタイプを紹介したんですけど、他にもですね、これより少し大きめのフロアタイプもあって、それも今ね、我が家では活躍していて、あの、メルのブラッシングの時に使うブラシのメルグッズだったりとか、あとリモコンを入れたりしてリビングで使ってます。他にも動画内で紹介していたものがこれです。これも冷蔵庫に貼っていたキングジムのスポット貼るファイルなんですけど、動画内でホワイトボードとして使ってたんですけど、こちら開きますと、じゃん、ファイルになってるんですよ。あの、冷蔵庫ってちょっとごちゃつきません？なんかいろんなものを貼っちゃったりとかして、なんかね、こう冷蔵庫の表面がぐちゃぐちゃになったりすると思うんですけど、これね、一つあったらすっごくすっきりする、冷蔵庫の表面が。で、例えば我が家だと取り寄せた冷凍物の、あの、食品の食べ方のレシピをこうやってファイルにしたりしてます。あと私はね、杉薬局のクーポン入れたりとか、すいません、ちょっと生活感出ちゃってますけど、あとね、ちょっとここからは、あの、今外してるんですけど、マンションのお知らせとかメンテナンスとかのチラシとかもよく配られるので、そういうのもね、ここに入れたりしてます。そのとにかく今までもうどうしようと思ってたチラシとかクーポンとか、あとこういうレシピだったりとか、そういったものをすっきりここに全部まとめられるっていうのが、もう私にとってはめちゃくちゃ便利でおすすめです。そう、あとはね、もうこうやってホワイトボードにいろんなものを書けるので、食料品の買い出しに使ったりとか、あとコクーンにちょっとメッセージ書いちゃったりなんかして、なんかそんな感じで使ったりしてます。このシリーズ本当に便利で、あの、ここにも使ってるんですよ。これはですね、こんな感じで蛇腹になってるんですよ。なので、あの、領収書だったりとか、あと封筒だったりとか、ここに収納することができます。もう本当に置き場の困るものですね。なんかぐちゃぐちゃってテーブルの上に置いてたようなものが、これでしっかり綺麗にまとまるので、すっごくこれも重宝してます。あと今紹介した2つの他にまだね、2つ種類があるので紹介しますとですね、これですね、これもね、あの、先ほど私がこの使っているファイルと同じ大きさなんですけど、これもまた優秀で、これだとここがこんな感じでマグネットになっていて、紙が挟めるんですよ。で、もちろんこれも書くことができるんですけど、メモとかできるんですけど、貼る方を、あの、メインで使いたいっていう方は、こちらの方がおすすめです。で、これもね、中開けるとファイルになっていて、先ほどは何枚かチラシが入ったんですけど、これはここに2つポケットがある感じなので、まとめて収納したい方には、こちらがおすすめです。はい、あと、あの、もう一つね、こういう形もあるんですよ。先ほどのハーフサイズですね。これのハーフサイズ。これはちょっとシンプルにコンパクトにまとめたいという方におすすめで、これも開くとファイルになってます。2つポケットがあるので、あの、 A4 サイズをこれで収めてこう収納したい方にはこちらがおすすめです。レシピとかでもいいですよね。もう本当に、あの、お子さんがいらっしゃるご家庭でしたら、あの、パッと見たい学校のチラシとかも綺麗にまとまるので、本当におすすめです。別売りでマグネットも売っているので、冷蔵庫だけじゃなくて玄関とかそういったところにも使うことができます。そこのね、ツールスタンドもこの貼るファイルも本当に便利で、さらにね、見た目がとにかくスタイリッシュっていうのが、もう我が家ではね、すごく気に入っています。今日紹介したキングジムの収納アイテムは概要欄に詳細の URL を貼っておくので、気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。はい、ということで今日は最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。ないですか、本当にもうすっごく活躍してます我が家で。本当にファイルがね、これいくつもあるので、たくさんチラシ入れたい方はおすすめですね。そう、これもすごい好き。そう、ちなみにこれね、黒もあります。なのでお好きなカラーをチェックしてみてください。